こんにちは、ヘアカラーの先生、髪トレのかなべです。今日の内容はですね、以前の動画でハイライトの取り方について解説させていただいたんですけれども、それに付随してハイライトに使うアルミホイルありますよね。アルミホイルの正しい折り方をですね、今日は実演を交えつつ紹介していきます。で、このチャンネルではですね、ヘア美容師さんに向けてヘアカラーの情報配信はもちろんのこと、お客様にもですね、ヘアカラーのことをできるだけシンプルに解説していますので、興味ある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ハイライトで使うアルミホイルはですね、できればカラー用のものを使ってください。僕はホーユーさんのこうロールになっているホイルをずっと愛用しているんですけれども、大体まあ長さが20センチぐらいのものを4センチぐらい折り返して使います。ここなんで折り返すかっていうと、根元にこっちを当てるんですね。その時に塗布するときにホイルがずれにくいように厚みがあると非常にやりやすい。こんな風に折って使ってます。で、ホイルがですね、手で折る方もいると思うんですよ。こういう風に。折り紙みたいにいらっしゃると思うんですけども、触れば触るほどホイールってシワシワにくしゃくしゃになっていきますよね。で、中身が綺麗だったりとか仕上がりが綺麗なんだったら別にいいんじゃないって方ももちろんいると思うんですけれども、本当に美味しい料理って見た目も美しいと思うんですよ。僕らの仕事って見た目が大事だと思うので、ぜひホイールの折り方、道具上げで手でこうやって折ったりとか、コムでペン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 ってクシャクシャってやっちゃう方多いと思うんですけれども、ぜひ今回の動画で正しい折り方を身につけていただけると僕も嬉しいです。はい、ホイールの折り方実際やってみますので、ぜひご覧ください。はい、正しいホイールの折り方をやっていきます。先ほどお話した、まあだいたい20センチぐらいのホイールで4センチぐらい安定するようにわざと折り返して使っていますね。で、折るときはコームを使います。テールがスチール製のものだとハイライト自体が細く取りやすいですし、綺麗に仕上がるので、こういうタイプのコームがおすすめです。まずホイールの長さの真ん中ですね、真ん中にテールをポンと置きます。そして折り返すんですけど、コームを持っている右手の薬指で持ち上げる。で、半分に合わせます。長さの3分の1のところを持って、コームを置いて、同じように薬指で持ち上げて、親指で迎える。ここがこう丸くなっていると折りにくいので、軽く優しく撫でます。で、実際はハイライトをこう取っているので、端と端のところをですね、できるだけ綺麗に、コームの刃先を使って、軽く置いて、パタン。逆も軽く置いて、パタン。こんな風に仕上げます。コームを使っておるとすごく綺麗だと思うんですよね。で、これを触りすぎるとやっぱりくしゃくしゃになってしまうし、おにぎり包んだホイールみたいになっちゃったってこともあると思うんですけれども、これが髪についていく、美しくついていくっていうのがハイライトの正しい折り方。見た目が綺麗っていうのはすごく大事ですので、ぜひこれをやってみてください。はい、いかがでしたでしょうか。女性が髪を綺麗にするのにですね、途中のホイールがぐしゃぐしゃだったりですとか、仕事自体がパッと見綺麗とは言えない状態だと、すっごくもったいないと思うんですよ。はい。めちゃめちゃ美味しいのに見た目がぐちゃぐちゃな料理もいいんだけれども、見た目も美しくって、仕上が、味も美味しい料理の方が、やっぱり素敵だと思うんですよね。僕ら美容師の仕事って、そういうのがすごく大事なポイントになると思うので、ちゃんと教わったことがないって方が多いのも知っているんですけれども、ぜひ今回きっかけにしてですね、美しいハイライトをするときにはですね、美しい仕事をしてください。で、今日お話ししてた内容をですね、2日に一遍美容師さんに向けて LINE で情報配信させていただいています。なので、概要欄ですね、LINE のリンクが貼ってありますので、そちらからぜひご覧になって、友達登録はまだの美容師さんいらっしゃいましたら、ぜひ友達登録をよろしくお願いいたします。で、ハイライトのやり方についてはですね、独学の方が多いと思うので、髪トレドリルハイライトコースの内容をお勧めします。自信を持ってですね、僕はハイライトのやり方を毎月配信していきますので、必ず上手くなりますので、そちらも興味ある方はぜひ LINE からご覧ください。今日の内容をまとめるとですね、ホイールは美しく折りましょう。手でくしゃくしゃって折るのを今日から卒業してください。仕事が、ヘアカラーが仕上がるまでも美しく貼ってほしい。そんな思いで今日この動画を作らせていただきました。で、今日の動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。で、今日は動画を最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。